はい、こんにちは。今週の万年筆はペリカンです。ペリカンのスーベレンシリーズの中で一番大きいボディを持つ M1000、 こちらをねご紹介したいと思います。はい、なんかね紹介した気があるようなないようなって感じで、もし重複してたらごめんなさい。はい、でね、大きさをねちょっと比べてみると、通常のまあ800系に比べるとですね、このぐらい違うっていう感じですね。そんなに違わないじゃないかというお声も聞こえてきそうなんですけれども、実はですね、ニブをね見てみると、ニブっていうのはまあペン先、この部分のことですね。はい、見てください、この大きさの差。明らかに全く次元の違う大きさに見えます。私にはいかがでしょうか。ね、随分違いますでしょう。ということは当然しなり方も違うということで、どのぐらい書き味が違うんだろうなっていうことで、まあこれ20年ぐらい前ですね、購入したのは。確かね、東京のね、丸の内の丸善だったかなって記憶があるんですよね。ちょっとね、定かでは例によってないんですけれどもね。で、これは字幅は F です。はい。F2 部ですね。はい、F 細字というふうに言っていただきましょうか。こんな感じで映るのかな、これ。これでピント取ったらこのカメラすごいな。多分ね、指をこう持ってくれば撮りますよ。ほら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 。ちょっとね、あの LED のライトがいっぱい映っちゃってますけれどもね。こんな感じでございます。グググググっとこんな感じか。ここか。どうだ。ね。こんな感じのね、ニブですね。なんかね、正直言ってね、この2分の部分がね、800系に比べるとね、なんかちょっとね、ペランペランっぽくね、感じちゃうのは私の気のせいでしょうかと、ところですね。機構は、インクのセッティングの仕方は吸入式です。はい、このね、後ろのね、ここをくる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 と回してね、こうやってピューって、今これ出ていくところですね、動きとしては。ここまで動きます。ね、はい。で、これをね、吸うときにはこっち側に回して、ここがぴったりつくまでいく。で、2滴ぐらい戻して、ピュッと私の場合は逆さにして、そこでキュッキュッキュッと締めると。はい。慣れない頃はね、逆に回してね、この状態でインクを出してしまったりしたこともね、ありましたね。ここの傷はね、どうなんでしょう。このキャップの傷かな、やっぱり。キャップはね、もちろんねじ込み式で、1、2でもう入ります。いいですか ?1、2でもうロックされる感じです。で、外すときも1、2で外れちゃいますんで。これね、メーカーさんによって違いありますんでね、ポトンと落としちゃったりしがちなんでね、気をつけたいところですね。で、ペリカンで、当時のペリカンはもう こういう軸なんてほとんどなくって、ストライブですね。赤と緑、赤と黒。黒と緑、あと青と黒もあったかな。そう、黒と、赤、青、緑かな。なんかそんな感じでストライプが多かったんですけど、私はやっぱりこれだけのね大きさですから、黒を選びたいなと思ってこの黒を選びました。はい。で、ペリカンマークはちゃんとここにとね。正直私ペリカンってもっとあのインクメーカーみたいなイメージがあったもんで、舐めてたところはあったんですけれども、実際今も常用してるのが先日の、前回ですねの動画で常用している万年筆これですにペリカンも入ってたと思うんですけれども、やっぱりねモンブランももちろんいいんですよ。でもねペリカンね使いやすいっすよね。はい、ちょっとモンブランの製品と比べてみましょうか。これ149ですね、モンブランの149。これと外観的にはこんな感じになります。ちょうどほらキャップを入れた背丈は同じぐらいということで、これ一つなんか面白いですよね。で、ニブの大きさも比べてみましょう、モンブランともね。149のニブと比べるとほら堂々たるっていう感じで、いかにもライバルって感じですよね。
ただ正直申し上げて、私の場合はペリカンの場合はやっぱり800系が一番書きやすいなと思っているんで、線はねしばらく使ったんですよ。これもだ私の手の大きさとかの問題もあるんでしょうけれども、どちらかというとやっぱり、モンブランはね149が使いやすいんですよね。でペリカンはねやっぱ800系が使いやすいなと。ただこのね先ほども申し上げた通り2分のシナリオね楽しんでみたいということで、今日久しぶりです、買ってしばらく使ってずっとしまい込んでいましたから10年以上使ってないですね。これ15年ぶりぐらいに使うのかな。まあ、それもねこういうふうにご紹介させていただく機会があればこそなんで、視聴者の皆様にはね感謝している次第でございます。でまあこうなるとね定番はこのねはいどこの文房具屋さんでも大体売ってるよインクですね。はいペリカンのねもう定番中の定番ですね。これをねちょっとね使って試し書きをしてみましょう。ちょっと私の方に引き取らせていただいて手元でこうつけますね。ピッ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 。これ書店員っていうか文具店の今私ガチンと思いっきりそこの瓶の底に激突させてしまいましたね。はい。書店員っていうかね例えば、まあ、実名出しちゃうとマルゼンさんの店員さんとかで上手ですよね。このつけるのねピチュッと綺麗につけて。もちろんあちらさんにとっては売り物ですからね。女おっさんにぐちゃぐちゃにされたらかなわねえっていうね。はいそれではね書いてみましょう。はい。あれあまだ月が悪いかな。もうちょっと今汗バタッとテーブルの上に垂れました。今日なんか妙に暑いです。関東地方もいよいよもうすぐ大雨っていう感じで湿度も上がっております。ペリカン。F 字。あ、そうなんですよ。あ、思い出してきました。はい。非常にこの首軸のこの部分ガチって持って書くとベニャってこうしなるぐらいしなります。で私遊びでマネージ使うときはね実はこの辺を持つんですよ。この辺で持ってね例えばこうやっていつもやってるこの88888なんて言ってペン先をねなじませたりなんか同じものを繰り返し書いてるとこう頭が安らぐというかねそういう風に使っているんですけれどもね。でいげたまいげたマーク。ところがこの首軸の先端の部分を握るとですねかなりしなるのが感じられます。なんか折っちゃいそうって感じです。ちょっとやってみましょうか。まずかなり強くねペン先を押し付けてギューッとねこう書いた線、それともう軽くねもう触らせるだけで書いた線、違いますかね。いかがでしょう。多少違うのがお分かりいただけるのかなと。で例えば字ですね、国とかっていう字だったらごちゃごちゃするからいいのかな。少し力入れて書いた国っていう字、国、力を抜いて書いた国、マニアの世界ですね。あんまり違わないように見えますけどね。はい、という感じでインクフロー自体はね中にインクを吸入してみないと何とも言えないですけれども、私の記憶ではインクフロー悪いやつは覚えてるんで、まず私はこれは店頭で買ったと思いますけれども通販で買ったやつも含めてもう例えばインクがほとんど出ないよみたいなインクフローの悪いものっていうのはあんまり記憶にないな。中古のやつはね別ですけれどもね、もちろん万年筆なんかを出品したり買ったりする方っていうのは例えばオークションなんかでも正直言うと悪質な人ってあんまりいなくて非常に丁寧に状態を書いてくれるんで、まあ自分のコレクションをね人様に譲るわけですからその辺は私も丁寧に書くと思いますけれども、私実はまだ万年筆はね売ったことはないんですね。買ったことはね古い万年筆あるんですけれどもね、はい、そういった意味では今までそんなにインクフローの悪いものとかっていうのに当たったことはないですね。ペリカンのねやっぱりこの
ペン芯の部分ですね、この黒い部分、ここがやっぱり独特でね、はい、今あの櫛みたいにこう隙間が見えてると思いますけれども、これインクを入れた直後ここにねドボッと溜まってたりするんでね、でこういうねあのキッチンペーパーとかね、あとティッシュとかで拭ってしまう方も多かろうと思いますけれども、私は貧乏症なんでここがね櫛状にね、はい、あの隙間が出てくるようになるまでね一生懸命ね、はい、書くんですよ。今ちょうどだから櫛の一マスっていうんですかねのところに溜まってるはずなんですよね、インクがね。なかなかピントが取れないな、ピシッと取れないな、クックックって動きを入れると取れるのかな、あ悔しい、ね、この一マスの部分のところで今ね、一生懸命書いてるような感じになるんですよね。これだけでね結構書けちゃうんですよ。あの作家のね、あのある方なんていうのはあのモンブランの149をねつけペン代わりにしてインク瓶開けっぱなしでそこにドボッとつけといてでジャーッと書いてるなんてことをね、はい、読んだことがあります。ちょっと憧れちゃう性格です、あの性格です生活です。古いねあのアインシュタインのドキュメンタリーの話以前もしたかもしれませんけれども、机のところにインク瓶があってねつけペンでみんなお勉強してるの見ててなんかかっこいいなみたいなね、私もああいうところで勉強したらもしかしたらもう少し、はい、賢くなってたかもしれないななんてこともねついつい思ってしまいました。はい、だいたいね、試し書きの結果こういう感じで、またあのこのペリカンのね、4001インクロイヤルブルー、いい色ですね。モンブランのロイヤルブルーに比べると粘性も低いんで、まあ、万年筆に優しいというところもあって、まあ、多くのね文具店とかのね試し書きの時にね使われているようなインクですね。はい、ということで今週の万年筆は、はい、ペリカンのね一番大きなモデル、大きなニブのね、はい、よくしなるニブの万年筆 M1000、ご紹介させていただきました。ではまた。